はい、ごめん。この時は俺強いって思ってた時期ですか？何回も言ってるけど、本当にマジでうまいと思ってた。すいません、ありがとうございます。ランキングに入るのを目指して、マイリストに追加お願いします。あれ、僕だけかね。あ、こんちゃ。嫁できる、僕は嫁を見つけますよ。行きましょう。お嫁募集ということで。こんちはどうも。まあ一応ね、本当にもう積んだらクロニャンで行くわ。積んだらクロニャン。アドレナリンが出ると俺手震えんだよね。あんな川の飛び込みした後の動画。絶対いい人見つけんだ僕。父？好きな人の父なら何でもいいよ。珍しいでしょ。やばそう。あーたワード置いてあげればもう何発か殴られてたな。なんでどっちでもいいもんだって。どっちでもよろしい。ブレのデカさなんてちょっとイラッとするからそれ。そのスタンプ命の元カノなんだっけ。パインちゃんじゃなくてなんだっけ名前。もう名前忘れてるわ俺。嫁に何を求めるか。俺の話を聞いてくれる人だね。俺のくだらない話を。パインちゃんそういうことじゃねえよ。イチゴか。まあそうだよ。そういうことだよ。そういうことだよ。最近このチャンプマジで不快なんだが。おっとびっくりしてきたな。年齢制限あんまお姉さん系っていうよりですねとか言って、なんか普通に俺答えようとしちゃったよ。普通のマジのやつ答えようとした。もちろんいいな。5歳いや言ってないな。一言も言ってない。ない。小色ちゃん？小色ちゃんって誰だ？PUBG の子だ、小色ちゃん。違うかな？違う気がしてきたね。それ当たるもんね。それ当たるもの。あ、ごめん。危ない。5000人来てんの？すげえな。やはり YouTube ライブ。幼女キャラで幼女キャラ。ロリボの子ね。ネット恋愛ああなしではないけど。小色って絶対顔可愛いよな。声がポロリなんだ。あれオリボなのか。オリボじゃない？声も大切だけどやっぱり顔も大切でさ、会ってみんとまあ始まらんかもしれんな。わかんない、ネット恋愛の経験がねえ、わからんぞ。ズームしたかい僕。敵を倒しました。ギャッお願い助けて。助かったー。ナイス。勝ってたよ。ネット恋愛とかにはでかい、これめっちゃでかい。ウェーブが微妙す。気持ち悪いか。ああいう声ってなんかネット結構あるってな。女性配信者の声で誰が一番好き？俺はゾゾちゃん。忍者マジです。俺も声だとゾゾちゃんかな。ああ、声だけだとね。ゾゾ、俺もゾゾちゃんが一番好きかも。声はね。なんか作らない感じがね。いいですよね。男性配信者なんだよな。でもちょっと笑ってしもうた。笑ってしもうたね、僕は今。何でも面白いな。長時間配信してると頭おかしくなってますね。必ず勃起しちゃう人おったな。僕っ子っていいよね。俺もそれはわかるわ。その感性は俺もついていきたい。僕っ子っていいんだよな。今9時間ちょうど。別にそれは俺今日何の仕事してよと別に関係ない。敵を倒しました。ああ6なったか。ああ罠外してるな。微妙じゃね。なんかいやはあうわ俺はいいよ。いいよ消さなくて。さんまさんわらわら。突撃。なんでそんなキレて接するん。切れてないよ。まあそのどれやりますね。今辛辣だった。辛辣ではないけど。あえタイミング悪い。理屈返ってたわ。いや俺の大学の時の友達ロッコンでキャバ嬢してるんだけど車買ってもらう。待てケイト待てケイト待て。まあ普段話してるからな。敵を倒しました。無理だこれ。わっとわっハンマーどっちしたの俺。ハンマーどっちしましたね。あーでかい、めっちゃでかい。あ、船旅さあ打ち上げる。敵を倒しました。ナイス。厳しいな。いつ帰ってくんだ君は。かなり厳しいと思うぞ。ああ確かに余してるなちょっと。ではビスケット手に入るからこれいらんかな。詰め替えポーションいらん気がしてきたな。やんなやん。およおよ投げよ。よくブッシュにピンクを叶えて待機できたな。確かにね。いつやるいつ終わるか別に決めてね。お疲れまたね。すごい。いやそんな予定はないね別に。俺ケイン様につなぐみたいになってんだ。やってねえぞ。出せノック。ああ俺じゃねえたわそれ。まだ頼んだ。ナイス。うんゲット。素晴らしい。味方がタワーを破壊しました。ゆるキャンまでっていつだよ。どうでしょう。うちはうちはマジで強い。うまいやん。味方がケイトだと安心できるしね。おじゃす。シャルシャルです。いや、これボックスでいいな。おしよう。シャルさんお帰り。そろそろ配信かな。配信かにゃって顔したことね。味方がしてねえよ。しねえよ。おはよういつまでする予定なの。シャルさんこの試合もまあ連勝たなきゃ感もあるけど、実際今連勝たなくてもなんか次からなケイトリーサモケット。いやなんか来てほしいみたいなこと言われたんだけど、どんなんなんかなと思って。興味はあるんだけどね。今のところ行く予定はないね。ギャラ出したら来ますか？ギャラ出したら行くよ。行きます。全然行く。おはよう。まあ48ぐらい。まあそう。小盛りなんですよ。めっちゃ多いな。やば、これかなりやばい。あっあなたのチャンピオンが倒されました。大事。自敵行為でレポートします。朝だから仕方ない。味方のタワーが破壊されました。ファイルフィッシュ、ファイイカヤク急にどしたんダブル金子派の金子派の金子派のイカヤクケイト守れ。ラムスにダブルすれば消えた。ラムス行ったらケイト守れなかった。いやー、守った方が良かったかもね。今の俺は守った方が良かった気がしたね。あちゃー、俺についてこい。別にアリスタがいらねえのにな。これライブ強いし苦労しそうでござ。さらっとライン踏み越えてるやついたが。てかお前が CS すごいな。確かにライズも来てたからね。おはようございます。こうか、こうなってんのか。結構くるなんか苦しいなこっちから。ライズどうしよう。あの子どうしよう。お、なんかありそう。ないわ。ジェイスだから旗いくるもんなって感じなんだよな。別にいらん。いやー、ダメージ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 。おはようございます。まあ、ケイトリンも触ってるはずなんだよな。マジ？マジかー。いやマジか。これどっから来たジェイス。いやこれどっから来たジェイス。ケイトリンのことボコボコにして帰ってったんだけども。つれー。あのライズやべえな。14レベル。ははジグス12で赤い11だけどまずいなこれ。まずいな。激ヤバライズなんだこれ。タムケンうざい。ケイトリンのためにボットをワーディングしてあげましょう。さあ、ケイトリンピールしかないのこれ。ライズ相手がきつい気がする。やってんねんだよな。てかこれ W やったら終わるんだけどな。全然気づかなかった。味方がタワーを破壊しました。硬いね。なんでなんでこれ刺さったわ。刺さったわ。来い来い来いゲート来い。カモン。オーケーレッツ。敵のランページ。こっちだ。まさかやばいやばいやばい。マジか。やばいよー。味方が倒されました。え、あれ？はい。ライズうますぎ。六レベさ。わら。ライズ強すぎてゴードビー1ポエンナシャエゴードイカラク草ラムス殴ってもな。味方のタワーが破壊されました。あれ無理だ。701。ちょいサポートに負けてるトップいるけど、この時間にスタミが配信してるとか今日は雪です。なかなかないよね。9時に配信してるってなかなかねえよ。サポにソロキルされてね。されてるね。ライズのいないところで当たりたいけど、なんかライズうまいんだよな。味方がタワーを破壊しました。ナイスヘラルト。ありがとう。普段しないからね。昨日9時ぐらい。敵を倒しました。みんな絶対折れたら止められるもんなら止める。上がり来い。それはあかり。お前。ちょ。何してんのそこで。いや壊せないのダメだ。これはやろう。これはやれるべ。これはやろう。なんでタムケンチがいったよ。いやーうざすぎだろうが。あっち行け。お前ではない。これやって絶対やってるよ。間違いないよそれ。やってると思うんだ俺は。なにこのライズめちゃうまなんだけど。僕は覚えてない。やばいぜ。味方のタワーが破壊されました。赤取り替えの忘れてた。俺を怒らせたな。なんでまあ俺に朝早いんだ。寝ぼけてるかい君。ローマ字のままですよ。なんか音がした今。ジグスが死ぬ音がした。かわいそう。レベル8差なんだけど、これ今通常打ったよね。ゲート体力削れてなかったよ。いいね、そういうところで当たろう当たろう当たろう。ナイスナイスナイス。おお、それは倒らないでよ、それは倒らないでよ。敵のキリングスプリー。味方のタワーが破壊されました。あのライフルール違反じゃない？あのハゲ強すぎる。味方のインヒビターが破壊されました。何があったらあんなにルブサつけられたん？ヤクザかな？化け物やんけ。クソブクソゲー。俺を怒らせた。おい忍者どうなってんだ、説明しろ。くさ。昔のライブ思い出すな。忍者のせい。そろそろハゲ18になるぞ。何がこうした？チート使ってない？何がこうした？このゲームを。ナースさんにもハゲ使わないか？いや強すぎだぜ。いや、この人はうまい説ない ?27 分 CS300 だよ。1205のいかれてるぜ。はい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 、おっさんくれおっさんくれおっさんおっさん。うん、タコるしかないだろ。ここでここへタコないと終わりだぞ。ナイス。おっさんなめぷでかいな、かなりでかいな、かなりでかいな。ナイスナイス。おっさん83戦して B1 で勝率 70% あるやん。疲れてるな。親父狩りむせシャットダウン取れたのもでかいよ。まあキル取っちゃったの僕だけどね。キル取ったの僕なんですけれども。止められるもんなら止めてみろ。ジグスいるから10分耐えれるよ。ウェーブクリアはある。センキュー、多田さん、オートスティングありがとう。あバロン2分なんで実際このインヒビター味方のタワーが破壊されました。敵を倒しました。そうなごめん俺は間違えた。俺は今間違えたね。ごめん間違えたよ。4対3なんて絶対勝てない。今あれライズ4人分ぐらいあるもん。5人でタコんないと勝てないよ。無理。ハムケンがいたら絶対勝てない。ああ、グループで VC ができるっていうことなのか。マジで出会い専用のあれじゃん、サービスじゃん。実際出会い専用のあれになりましたね。結構やってるね。実際出会い系だな。俺にも来るかもしれん。野良とはできないけどな。フレンドでしょ。とりあえず女の子っぽい人にフレンドを送ってちょっと待ってればいいんでしょ。うわー、もちもちだらけ。まあ簡単に言うとね、かなり簡単に言うとエッチができる。グループ内限定の意味がわからなかったけど、そういうことな。これは美味しいぞ。持ってくな持ってくな持ってくな。このタワーの位置美味しすぎでしょ。ここで食わんとさ、ここで食わイグナイトだけ寄ってしのウルトの位置微妙じゃねー。もなく味方のインヒビターが復活します。ともれ味方のタワーが破壊されました。ちょっとライズ別格だったなこれ。マジで別格だったな。おっおっキャイダブルキル。味方のインヒビターが破壊されました。これはまだありますね。男は毒で女の子すっ投入だよね。俺守る 3%3% チャレンジ。おで守る記念バロン。おで守るおで守る。でも牛じゃ守れなくね。触るしかない。おで守るおで守る。ごめん。よし、頑張ったな。帰れた？帰れた？味方のタワーが破壊されました。味方のタワーが破壊されました。なんか動けない。なんか動けない。